ゼロから教えてホリエモン。今日はですね、有名なイラスト投稿サービスピクシブがですね、例えば獣艦、まあ動物とセックスするイラストだったりとかですね、近親相関だったりとか、まあそういった系のですね、イラスト等の作品のですね、アップロードに関して禁止をするというふうに、声明を出したことに関して解説をしていきたいと思っております。まあ日本のね、こういう同人オタク文化というのはですね、そういった、割とこう一般的にリアルワールドでやるとですね、法律違反になったりとか、忌避される、嫌がられる、多くの人たちからヘイトされるみたいなようなもの、が割とそれなりに作品がありましてですね、その文化を引き継いで、ピクシブというですね、イラスト投稿サービスも、やってきてるわけですけれども、その中で、まあその、まあ割と、こう自由なですね、表現の空間だというふうにこれまで認識されてたもののですね、こういったものが一切、投稿できなくなるし、これまで投稿された作品もですね、バンされるということになってしまいまして、まあ割とこう自由な表現を推進する、守るというふうに考えている団体さんだったりとか政治家さんだったりとかがまあ結構ざわついているような状況になってきております。これらの背景にあるのはですね、グローバルな決済プラットフォームですね、ビザカードとかマスターカード、こういったものを経ないとですね、こういったネット上での作品というのは、事実上買えないような状況になっております。これもおそらくですけれども、こういった、まあ、一般的には、多くの人たちがあまり好まないようなですね、表現。これに関して、アップロードしているようなサイトとは取引をするな、というような圧力をですね、決済会社にかけて、決済会社のポリシーがそういうふうに変わりまして、決済会社の方からですね、ピクシブの方におそらく、このままだとですね、ピクシブ社の、ネット決済できなくなりますよという、まあ、警告が来て、会社としてですね、それに屈したという形になっているんだと思います。こういった動きというのはグローバルで、いろんな国でですね、起こっておりましてですね、今後もより強化されていく 方向になっていくと思います。ツイッター社がですね、そういったヘイトとかをバンしてたのと、理屈的には結構同じような感じになります。僕、この辺ね、結構僕相性いいかなと思っていて、いや、もしですね、そう、ビザマスターがそういう風に考えるんだったら、ツイッター、イーロン・マスクさんも言っておりますけれども、彼はですね、もともとペーパル社の出身、ペーパル社の創業メンバーの一人なので、決済分野にもかなり詳しいと。で、決済というのはですね、もう本当に口座の情報、数字のテキスト情報ですね、移動するだけなので、ツイッターの仕組みとあまり変わらないわけですね。で、これを使って、ツイッター独自の決済システムを作ってしまおうと。ツイッターペイみたいな、LINE ペイみたいな感じのアプリケーションというかサービスをですね、やろうとしていると。これ、ツイッターのその CEO、今の CEO のイーロン・マスクさんの思想にも非常に合っていて、まあそういったものに関して、その、自由であるべきだというふうに考えていると思いますので、もしツイッターがですね、ビザマスターに代わるようなですね、グローバル決済プラットフォームを作ることができれば、もしかしたらですね、ピクシブもかつてのピクシブに戻れるかもしれません。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。他の動画もぜひご覧ください。